粒筋トレってきた。どうだろう。バーいい香りだ。むかないと食べないってことでしょ。わかるだろう。これむかないと食べれないってことでしょ。ちょっと初むきいただいていいですか。はい、果実を皮が包んでる。むにゅっと出してみて。ちっじゃないかい。ちかしてみしみし。俺なんでやらせてくんないの。申請方形やん、全然出てこないやん。せーの、ウェイヨー。どうも、ポケマルです。本日はですね、ちょっとナチが持ってきました。おい、話題を。トークテーマ、沼男って知ってますか。はい、僕のことですか。いや、それはクズ男。沼男とクズ男はほぼ一緒やろ。まあじゃあ今日それをね、ちょっと解明していこうと思って。はい、まあよく聞きます。最近は沼ったとか。うん、男があんま沼るってあんま聞かないですけど、大体女の子じゃないですか、沼るのは。今日はその沼男って何なんだいってと、沼男に沼らないようにしようっていう。沼っちゃダメなの。だって抜け出せないんだよ、沼って。知ってる。いいじゃん、抜け出せない。どんなに辛くても抜け出せないんだよ、沼って。あ、そういうこと。だから仕事にも支障が出る、いろいろあるんですよ、女の子には。それを乗り越えた先に幸せな未来があるの。はい、だから沼男には沼っちゃいけないの。お前沼ってんな。ね、お前さ、最近絶対沼って失敗したんだろ。だから今みんなにこうやって報告してんだろ。楽園なに、クズ男に引っかかって抜けられなかった。こういうことで本日は、皆さんからね、沼男の特徴を募集しました。教えてほしいわ。やっぱうちらの強みって、男目線、女目線言えること。はい。これ大事なの。これで討論できますからね。はい。なので今日はバチバチに討論してって、このクズ男をね、ぶっ潰していきたいと思います。誰がクズ男や。それではやっていきます。ショーかけまる。ポンポンいきますね。ポンポンいこう。とにかく顔がタイプ。なるほど。これあるんですよ、顔がタイプだと何でも許しちゃう。どんなにクズいことされても許しちゃうのか。なんかうちではそれこそガンちゃんタイプってか、まあガンちゃん好きじゃん、うん、何されても許しちゃうと。ガンちゃんに弱くされても許しちゃうと。うん、許す。じゃあ顔じゃん結局、ね、世の中、世の中顔ってこと。終わり。あと多かったのがですね、ギャップがある人。あー、それよく聞きますね。普段ボケっとしてるのに、いざとなると真面目な人。え、じゃあ俺はギャップを見せていけば沼らせれることができるってこと。そう。てかうち、なんか男の子に相談された時、なんモテないんだけどみたいに言われた時、うん、絶対ギャップって答えない。あー、なるほどね。答えてたじゃん、お前。うん、沼られたことないの逆に。いや、感覚的にはあるけど、その沼られた…何やんのお前、キモ。自分で言ってたのキモ。お前、だって沼られたらどういうこと。何でも許してくれるでしょ、だって何しても、うん、許してくれるし、ひどいことしても会ってくれて一緒に遊んでくれたりすることでしょ。うん、うん、なるほどね。やば、お前、ひどいことしてんの。してない、してない、してない。ひどいことっていうか、別に好意はないけど、好意を抱かせるようなことを、思わせぶりなことをあの気づいたらしてしまったみたいな。好きだもんね、思わせぶり。じゃあ、じゃあ俺思わせぶり好きじゃない。思わせぶり。じゃあ、この人は思わせぶり好きなんですよ。なんでかって、モテてる自分が好きだから。違う違う違う。
俺なんていうの、その距離感が近いからさ、男も女もだから無意識に多分しちゃってる可能性がゼロではない。スキンシップとか取るわけじゃん。でもなんかいざ好意抱かれるみたいになった時に友達じゃんみたいになっちゃう。え、なに、これ一番多かった。 LINE ではちょっと冷たいのに会うとすごく優しいとか、あ、 LINE で冷たいのに会ってる時は好きとか言ってくるとか。なるほどね。もうそのギャップじゃん。ギャップ強っ。え、じゃあ何、あえて LINE 冷たくして会った時にめっちゃ優しくするのもありなの？だからありっていうかさ、なんか何なの沼って。じゃ男は多分沼らせたいんで、女の子。え、マジで？うん、きしょ。彼女がいない男は特に、女の子を沼らせて、なんていうの、近い存在にいてほしいの、ね、自分のこと好きでいてほしいってことでしょ。自分は好きにならないから。すごい男だね、うん、いやそういう男いっぱいいると思う。まあぶっちゃけそうだと思う。自分を好きでいてほしいっていうか、なんか自分に興味もずっと持っててほしい。だからなんだよ、何のために。多分男はそれがスターテスだと思ってる。飛んでった、おい、飛んでいくな、飛んでいくな、飛んでいくな、ステータスね。おい、勘弁してくれ。スターテス。何ステータスね。飛んでいくな。ステータスだと思って、だからいかに、いかにそのいい女の子とそのなんていうの、つながりがいっぱいあるかみたいな。多分その男を測る基準になると思う。男から見る男に対してね。でもそれはなるべく女の子には知られたくない。いやさ、この人いっぱい可愛い子だったり、女の子いっぱい友達いる、チャラいって思われるじゃん。それはマイナス評価でしょ、女の子からしたら。だから女の子に知られたくないけど、男から見られた時のスターです。何の話だっけ、なんだっけ。そういえば筋トレ行ってきたんですね、今日。パーソナルジムに2人で行ってきて、合トレしてきたんですね。マジやばい、明日絶対筋肉痛で。ね、やばい。今日、奈々ちゃん、なんかめちゃくちゃエロい動きしたよ、今日。なんか、いきなり、こうやって、こんなの、なんかずっとやってる。7、はい、8、9、そういう目的じゃないけど、そういうトレーニングがあって、めっちゃおもろかったっていう、俺見てて。元カノのその腰を振ってる姿を、久しぶりに見て。久しぶりっていうか。震えて。先輩から来ました。誰？しゅんくんから来ました。うわー、中しゅんくん、僕が最近よく飲んでる先輩ですね。可愛いが最強とよく聞きます。あー、やっちゃってるね。はい、こちら正解です。あ、そうなの。はい、可愛いが最強なの、やっぱやっちゃってる。気づいたことがある、うん、推しってほぼ沼じゃん。例えばじゃあ翔ちゃんがサッカーしてる時めっちゃかっこいい、ゴリゴリで行くしね、行くし戦うね、プレーが好きで翔ちゃん推しになりました。でもさ、プライベートで家にいること多いじゃん。で翔ちゃんの天然な一面とかを見ると可愛いってのも、あ、それがいいんだ。それが沼です。なるほどね。もう翔ちゃんの敷地に入っちゃったんだ。入っちゃった。なるほどね。で鍵がもう開かなくなっちゃったんだ。外に出れない、うん、なるほどね。あの人はじゃあ計算しながら日々女の子と接してるってこと。さすが先輩っすね。30歳はやっぱすごいね。計算しながら女の子接してるから沼な女の子いっぱいできたと。自分の株落ちたからってさ。勉強になります先輩。次、夜の相性がいい、これどうなの。確かにそうかもしれない。リピートするんじゃない、そういう人は。男が、男も女もじゃない。いや、相性はね本当に大事だと思う。入れた感じってことじゃない。あとはその雰囲気作り、あとはまあ技術的な部分とか、そこら辺も踏まえて、この人めっちゃいいなと思ったら、まあ、沼っちゃうんじゃない。男の人って沼るのかな。男の人はもう沼る人ほとんどいないと思う。もう次次次みたいな。嫌だ。で、女の子はだからそのもう一途なんでしょ。でもその沼から抜け出すタイミングもあるわけでしょ。それって何なの。大体次の人じゃん。次の人が見つかると抜け出せるんだ。いや、でも最近のなんかもう、いや、でも最近、いやいや、はいや、もういらん、これあんま美味しくないもん正直。ガチでなんか甘いししょっぱいし、感情がわからん。どっちかにしてほしい。これ沼だ。こいつ気になるから沼ってるよ。続いて、めちゃくちゃ素直、電話したい、声聞きたい、会いたいとか自然に言われる。わからんな。甘えたられたらいいの。なんだろう、会いたいとか言ってくる人好き。マジ、うん、言った方がいいの。うん、しかも不意に送るのがいいんでしょ。うん、不意というか
不意というか、なんか素直な人がいい、やっぱ。あとなんか友達にいたのは、上から来る人。いいの？なんかどうせ俺に会いたいんでしょのスタンスで来る人。え、そっちの方がいいの？が好きなタイプもいる。あー、それに腹立つタイプもいる。使い分けが大事ってことだね。でも大体人に沼る人って、そっちが好きな人だと思う。沼る人は大体 M なんだ、じゃあ。うん。従いたいんだ。なんか俺 TikTok の切り抜き見たのは、 LINE 一時的に全然してなかったし無視されてたけど、ふとした時に LINE 来るみたいな、それ沼っちゃうらしいよ。だから一回なんか無視とかしちゃってたけど、急に会いたい、今日飲めるとか。そう、それこそめっちゃ身近な友達にいたのよ、男に沼ってる子が。その子はもういいみたいな、女子トークでもうマジで会いすぎみたいな、連絡来ないしみたいななってたけど、いきなり連絡来て会いたいって、うん、会いに行っちゃうみたいな。いや、そういうもんでしたから。それが沼だね。抜け出したと思って抜け出せないもん。深かったってことでしょ、沼が。都合のいい女になりやすい人は沼に入りやすい。なるほどね。もうそれが幸せなんでしょ、その子にとっては。全然。あ、違うの、辛いの。うん。なんで辛いの。辛いでしょ、だって好きなんだよ、多分。好きだけど好きってなってもらえないから辛いんだ、うん、好きってなってもらえないから会いたいって言われたら会いに行っちゃうし。だから男って結構ゴミな人が多いよ。そうだよ。そういう生き物だと思う、普通に。それが男だと思う、うん、正当化しないでほしい。そうじゃない人もいるから。あ、そうじゃない人もいるけど、そういう生き物なんだよ。うち一個思ったの、はい、匂いって沼じゃん。マジでそうだよね。マジでそう。なんかさ、この人の髪の匂いとかさ、服の匂いとかさ、そうね、待って、俺それ最近体験した。思うよね。マジで思う。匂いガチ大事。俺沼ったわ、匂いで。なんか香水とかも大事なんだけど、なんか、なんて言うんだろう。え、そう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 。香水はみんないい匂いじゃん。そう。その中で、回収というか、髪の毛の匂い。え、そう。俺髪の毛の匂い慣れちゃう時あるんだよな。はぁ、すまん、こいつと話。わかる、めっちゃわかる。それマジ共感。今日一共感してる。匂いだわ。匂いってめっちゃ記憶に残るらしいよ。そう。好きな人の匂いってめっちゃいいよな。逆だわ。いい匂いの人って好きになっちゃうよね。それぞれさ、好きな匂いとかあるよね。ある。ハマる匂いとかあるよね。なんかね、体臭によって香水って匂い違うんだって。梅ちゃんがつける香水と翔平くんつける香水同じだけど匂い違うみたいな。全然違う。だって緑タバコを先臭するもんね。うん。続いて、みんなの前だとクールで自分の前だけデレデレ、ツンデレですね。でもね、これ男がこれだとちょっと沼るね。そうなの。うん。むず。みんなの前ツンツンしてすればいいの。いや、なんかでもね、泣いちゃう時もあるよね、そういうのって。みんなの前でツンツンされるとあれみたいな。うん。いや、逆だと思ってた。みんなの前で特別扱いするから沼るんじゃないのかなって思ってた。え、それもあるけど、なんていうの、二人の時しか見せない顔があるっていうのも沼る。勉強になりますね。まあ、それも来てた後、特別扱い、女の子を落とすには特別扱いしかありません。それはそうです。これもうもちろんじゃない。うん、なんて言うとしたの。もちろんのこと。これは世の断り。うん、特別扱い大事。女の子を落とすのは特別扱いです。よくモテる男の子でみんな優しい男の子いるけど、うん、それだとダメなんでしょ。ちょっとね、そういう人が好きなタイプもいる、まこみたいな。俺がなあちゃんをマジで狙ってたらなあちゃんがお酒こぼした時にはティッシュで拭いてあげるけど、隣の女の子がお酒こぼしてもティッシュを渡すみたいな。拭かない、そういう特別扱いでしょ。え、そういうことじゃん。特別じゃん。こっちは拭かないけど。いや、分かった。みんなに優しい人が、なんかその拭かないのも嫌だわ。拭かない。じゃあ、ティッシュ渡す。はい。拭かないのも嫌だわ、ちょっと。拭いたいいの。膝とかは嫌だけど、床とかさ。ちょっと俺これね、ガチで狙ってる子だったら、やんないわ。その子の目の前で特別扱いを見せつける。はい。拭きなって。ってなる？うわ、待って、なんかでも想像したら。絶対なあちゃんはそっちタイプやろ。特別扱いに弱い女やん。いや、うちマジで弱いよ。なおちゃんだけ、うちだけ対応違う、キュンってなるでしょ。違う、うちはうちだけを見ててほしい。じゃあ何、こっちこぼしても、こう。それはそれでやだわ。嘘嘘。なんか、最近大人になって、みんなに優しい人も素敵って思うんだよ。けど、その上で、違った優しさを見せてほしい。自分にしかしない。難しい女だな。女ってみんなそうだから。お姫様と思った方がいい。で、なんて言えばいいんだろう。寒いとか。寒い言った方がいい。うん。結構理由よ。違うんだよな。何想像しただけで違う。マジ一回やってみて。いや、うち今、でも俺そんな、そんななんかキモい感じで俺言わない。いや、うちめっちゃ薄着じゃん。普通に。じゃあ薄着の女の子、タクに3人います。じゃあ自分のスキピがここにいます。はい。でも目の前の女の子めっちゃ震えてます。震えてんの？震えてん。でも別に俺めっちゃ寒そうにしてる。でも俺別に興味ないことでしょ。そう。こっちがスキピ、めっちゃ薄着。みんなこんぐらい薄着。
でも震えてんのは目の前の女の子。はい、もしかして寒いかもなって今気づきました。よいアクション。寒い寒い寒い3人一人で、どうすんの。3人一人。え、寒い寒いね。いいか、おいで。いや、ガチだとつい飲んでて、最初気づいたタイミングでまだ言わない、あえて。で、なんかある程度のしたタイミングで、なんか何さりげなくさりげなく、え、飲む、なんか飲むみたいな。何何何。じゃあ別にさりげなく、じゃあ例えばお酒継ぐタイミングとか、え、中身入ってないやん、貸してよ継ぐからって言って、え、寒そうやん、大丈夫、なんか店員さんもらう、これ普通の流れ。なんで緊張してんの、ちょっと。普通の流れ、普通の流れで聞く。なんかカッコつけて、え、寒いとかやんない。俺自然タイプだから。でも自然に見えて、多分女の子気づいてる。気づいてないって。俺マジさらっと聞くよ。めっちゃ寒そうやん。え、でどうすんの、寒いって言われたら。店員さん聞くわ、店員さん持ってきてもらう。何を。毛布。何、実家か。実家かよ。毛布。これ着てたんですよ、いいですか、はい、めちゃくちゃ1個めっちゃ共感したの、はい、ムドットユータ、これめっちゃ共感しない。確かに今一番モテてる男ですからね。え、てかちょっとみんな思い返して。で、俺やないかい。今話してきた沼男の特徴ほとんどユータくんじゃん。俺やないかい。匂い、顔。てかそう、ユータくんってマジでいい匂いしたじゃん。めっちゃした。あの、ユータくんってマジでなんて言えばいいの、あの匂い。いや、わかんないけど柔軟剤なのかな。男の俺でも抱きしめたくなった。そういう感じじゃん。なんかさ、多分柔軟剤じゃない、ね、多分なんか香水とかのきつい匂いじゃなくて、ふんわりとした柔軟剤の匂いがとても良かったです。で、俺ゆうたくんってやった、どういうこと、食ったってどういう意味。じゃんじゃんってどっから入んだよ。カット、今の俺のとこ。え、そう、いい匂いじゃん。うん、多分あの匂いに沼る女の子いっぱいいるじゃん。いや、いるだろうね。で、ギャップ。普段さ、ちょっとさ、だるそうにしてんのにめっちゃ熱いじゃん。いや、俺ギャップにやられたよ。なんか最初会った時、話しかけんのオーラがめっちゃすごかった、うん、正直。俺怖かったの、最初会った時。けど、一緒にエレベーター乗ってる時に俺怖かったから話せなかったのに、向こうから話しかけてくれて、ユウ、この人やばいなって。めっちゃ怖かったイメージの人から優しい一言があると沼っちゃうの。で、そっからゆうたくんもさらに好きになって、で、そっくりさん企画も呼んでくれて、めっちゃいじられたよ。ありがとうゆうた、ありがとう。もうやめて。ゆうた、もうなんか全部ゆうたくんじゃん。確かに可愛いもん、ゆうたくん可愛いね。かっこいいのに可愛いもあったじゃん、うん、だから沼男の擬人化はゆうたくんです。で、あとゆうたくんに関するもう一個ある。何考えてるか分かんない。それも来てたでしょ。俺調べたの、 TikTok で。何考えてるか分かんない不思議な子っていうのは沼っちゃうらしい。なんか探求したくなるから。ゆうたくんって袖に入る。なんか何考えてるか分かんない。だから俺話しかけられなかったし、このコミュ力お化けの俺でもなんて話すか分かんなかったのよ。何考えてるか分かんないし、ここで話しかけたらなんか不機嫌なのかなと思っちゃったし。なんかゆうたくんじゃない。ありがとう。ゆうたです。なんかあのだるそうにしてる感じなのにさ、ゆうたくん絶対にゃんにゃんだからね、あれ。いや、絶対そうでしょ。てか、なんかの動画で言ってた気がする。二人っきりの時にゃんにゃんだって言ってたね。あと来てたのが、え、月がエロいの、ゆうたくんじゃん。まあ確かにね。あう、普段つん、はい、ということでね、結論、ゆうたです。はい、みんな次へ抜け出すには次の人を見つけようってことで、もっと世の中にいい人がいるっていうね。辛い人はね、それに対して困ってることに対して、なのでみんなね、頑張っていきましょう。女の子好きって言ってこない男は大体クズだから、今すぐ沼を抜け出せ。なんちゅうタイミングだよねー。ということで、かけまる仲いいなと思った方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタとツイッターのフォローと TikTok にもなってたもぜひお願いします。本日のピックアップ TikTok はこちらだ。いただきます。うん、マックってのはさ、なんでこんな安いのになんでこんなうまいんだろうね。ね、
マックってさ、なんでこんなうまいの？安いし、それじゃない？ね。よくわかったね。もうなんていうの、知ってるから一番俺が。だって無人島帰り。マイ。よし、今日一人で帰る。送る？送らせられる俺。今日もしかして。今日はタクシー運転手。しゃあ、今から編集だ。行くぞー。おー。